女子 SL 2本目ゼッケン32番石井梨沙。ゼッケン40番白倉千鶴。ゼッケン21番山口夏実。ゼッケン24番寺井絵梨香。ゼッケン34番阿部真奈美。ゼッケン13番後村茜。DF ゼッケン48番富田勇樹。ゼッケン33番串崎美奈。ゼッケン42番大森めめ。
石鹸39番片桐なるみ。ゼッケン31番川端楓。ゼッケン10番金子美里。ゼッケン12番伊藤美智子。ゼッケン37番小野桃香。野根山さえ。ゼッケン28番、38番、28番、28番野根山さえ。ゼッケン35番村中あゆみ。村中 DF。ゼッケン30番根本風花。
ゼッケン23番石橋美希。ゼッケン38番、上田さつき。ゼッケン16番、押見光。ゼッケン8番、あ、1番、川浦飛鳥。ゼッケン17番、照内楓で、1本目9番。ゼッケン11番、沼森春奈、1本目8番。ゼッケン18番、澤部彩、1本目7番 DF です。ゼッケン41番、新井美代、1本目6番。
19番太田好み1本目5番、ゼッケン4番水口香織1本目4番、ゼッケン5番安藤浅1本目3番、ゼッケン2番岡本の絵1本目2番、はい、ゼッケン6番長谷川恵美1本目1番、ゼッケン49番小池百合乃ゼッケン54番矢部里奈、
ゼッケン45番須永さやの。ゼッケン50番切り窪により、ゼッケン51番栗山夏実。ゼッケン8番骨貝聖火。ゼッケン56番山北祐樹 DF。ゼッケン52番佐藤木発夫。ゼッケン58番鈴木楓。59番佐藤を変えて、DF。さあ、それでは表彰式始めさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんお集まりになってください。それでは皆さん大変お待たせをいたしました。第92回全日本スキー選手権大会アルペン競技スラローム、いよいよ表彰式を始めさせていただきます。それでは男子から表彰をさせていただきます。まずは成績発表です。男子スラローム第10位宮部周平選手、おめでとうございます。続いて第9位氏家正秀選手、おめでとうございます。
そして第8位松本達希選手、おめでとうございます。続いて第7位吉羽裕太郎選手、おめでとうございます。続いて第6位生田康弘選手、おめでとうございます。続いて第5位清野幸雄選手、おめでとうございます。続いて第4位清水大選手、おめでとうございます。そして第3位です。第3位安藤裕太郎選手、おめでとうございます。そして第2位成田秀幸選手、おめでとうございます。男子スラローム見事優勝は大越龍之介選手、おめでとうございます。それでは表彰に移らせていただきます。プレゼンターの皆さん、よろしくお願いいたします。もしもし。お疲れ様です。第は4位です。第92回全日本スキー選手権大会アルペン種目男子 SL 第1位大越龍之介殿、あなたは日頃鍛えた力を遺憾なく発揮しました。ここに栄光を称え、これを称します。平成26年3月23日公益財団法人全日本スキー連盟会長鈴木陽一代読、おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。おめでとうございます。1位から10位までの選手には賞状が、そして1位から6位までの選手には盾、そして1位から3位までの選手にメダル、そして優勝の大越選手には優勝カップが贈られます。続いて第8位沼森春奈選手、おめでとうございます。続いて第7位です伊藤美智子選手、おめでとうございます。そして第6位です石橋美希選手、おめでとうございます。続いて第5位太田好美選手、おめでとうございます。そして第4位です第4位荒井美桜選手、おめでとうございます。続いて第3位安藤麻選手、おめでとうございます。そして第2位岡本萌恵選手、おめでとうございます。
第92回全日本スキー選手権大会アルペン競技女子スラローム見事優勝は長谷川恵美選手、おめでとうございます。それでは表彰に移らせていただきたいと思います。プレゼンターの皆さん、よろしくお願いいたします。